んにちは、かなこです。本日は、実は明日私とパフィの結婚記念日と付き合って3年目のお祝いである場所に行ってきます。実はヒントはこの服装なんですけど、そうです、ディズニーです。明日はディズニーシーに行くので、前日の準備を皆さんと一緒にやっていこうと思います。皆さんもぜひご一緒に準備してくださいね。それではやっていきましょう。 Let's start!ではまず What's in my bag をやっていこうと思います。いつもは前回クリスマスディズニーで元テーマパークキャストがおすすめする冬の女子力高めの What's in my bag カバンの中身をご紹介させていただきました。そちらが今の段階でもう3000回以上ご視聴いただいているものになります。ありがとうございます。まだそちらをご覧になっていない方はぜひ URL を概要欄に載せておくので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで今回は春バージョンの What's in my bag を紹介していこうと思います。ではまずカバンから。こちらはエドムさんのディズニーコラボレーションのミニーちゃんのバッグになります。主人はこちらのミッキーを明日持っていく予定です。というのも今開けたばっかりなんで、どれぐらい入るかまだ確認してないので、一緒に入れていこうと思います。皆さんも持っていくカバン準備して一緒に入れていきましょう。続きまして、必需品たちもご紹介していきます。前回と同じなんですけど、じゃん、こちらのミニ財布も持っていきます。長財布も持ってるんですけど、やはりテーマパーク行くときって身軽で行きたいじゃないですか。カバンの中身の容量も決まっているので、できるだけ軽くいろんなものが入るようにこちらのミニ財布を持っていきます。相変わらず私のハートはございません。見つかったらぜひ教えてください。本当にどこ行ったの、めっちゃ可愛い赤のハートなんだけど、どこ行きました。ディズニーで活躍するといえば JCB のクイックペイ、よく使っています。これはディズニー以外でも使ってるんですけど、ディズニーのショップとかディズニーリゾートで使うとよりポイントがアップするものになります。こちらもね、キャッシュレスなので、お互い、私たちお客さんもそうですし、キャストさんの安全を守るのにとてもいいかなと思います。可愛いよね、なんかこのネイビーがいいなって思います。高級感があって、それをこちらのディズニーのポーチに一緒に入れておきます。ここは金銭類を入れるポーチです。何でもかんでも一緒に入れちゃうと、カバンの中身がごちゃごちゃになってしまうので、お会計であったり相手を持たせないようにスムーズにするために、私はこのような巾着の中に何用何用ってまとめて入れてます。こちらもディズニーストアでゲットしました。これを全然余裕だね。続きまして、こちらのポーチ、前回の動画を見てらっしゃる方もお気づきかと思いますが、お薬ケースです。ディズニーで歩いてたり、あとは疲れてきたりすると、どうしても体調悪くなってしまったり、足怪我してしまう可能性もあるので、ここにお薬グッズをまとめてます。まあ、何の薬入れてるかっていうと、ダラニスケ、胃腸に効く薬と、下痢用のストッパ、頭痛生理痛の時に効くイブ、絆創膏はこれぐらい、だいたい 4、5 枚はいつも持ち歩いてます。自分が怪我することもあれば、一緒に行ってる方が怪我する場合もあるので、そういう方にも大丈夫って渡せるように一応持ち歩いてます。私はすごく目が乾燥しやすいので、コンタクトでも使える目薬、そして唇乾燥した時のリップクリーム、咳が出た時用に飴。一応3月13日からマスク緩和にはなるんですけど、気になる方ってやっぱり気になられるかなと思いますし、ですね、ショーとか、あと室内のアトラクションで横の人が咳コンコンして楽しめなかったっていうのも、こっちも気分を使うし相手に申し訳ないので、まあ、簡単にパクッと食べれる飴を持ち歩いてます。お直し用の鏡、一応櫛、アトラクションとかに乗ったりするとやっぱり髪の毛乱れちゃったりするので、手でどうしても直しづらい時とかってあるじゃないですか。そういう時にこういう細い櫛だったら前髪も直しやすいし、あとは髪の毛くくる時、髪の毛分ける時にも使いやすいので、こういうコームの櫛はいつも持ち歩いてます。テーマパークってすごいアトラクション激しいのあるじゃないですか。次ディズニーシーに行くんですけど、センターオブジェラスとかタワーオブテラーとか、あとは主人とよく勝負するマユマニとかって
意外ともう髪の毛邪魔だったり、女の子にとって敵の風であったりだとか、もう激しさのあまり髪の毛がぐしゃぐしゃになっちゃうっていうことがあるので、そういう時はこういう髪ゴムと、あとはピン止めを持ち歩いてます。だいたい使うのがこの大きなゴム。こう髪の毛長いので、アトラクションに乗るとすごいなんかこういう感じになるんですよね。髪の毛がどうなってそうなるんだっていう感じになるので、なんでだいたいこういう風にパッと一つくくりにして、もう髪の毛が綺麗な状態で自分自身も楽しめるし、旅行をたまたま見た時に彼女さんであったり、これから付き合いたいと思ってる人が髪の毛がぐしゃぐしゃでうわーってなってるの見せたくないじゃないですか。恥ずかしいし、声がね、カエル化現象ってあるでしょ。なんでそんなカエル化にならせないようにこういうゴムを持っていくのがいいと思います。これはね、テーマパークで働いてた時とかにも、やっぱり髪の毛大変そうだなって思う女性の方とか、なんか長髪の男性の方もお見かけしたので、私自身も経験があるので、このゴム一つで女子力を高めていきましょう。細いヘアピン、軽くこっそり隠してあげるとヘアスタイルが保てるかなと思います。アトラクション、ご飯とかでも使える、髪の毛長い方マナーとして持っていくのもいいかなと思います。この中身はそんな感じかな。でディズニーに行ったら常に可愛くいたいなって思うので持っていくんですけど、ちょっと化粧品が多すぎるとカバンが重たくなって疲れたって思う時もあると思うし、あとはそんなに化粧直ししてる暇ないんですよね。ディズニー行ってて意外といらなかったなっていう経験多いと思うんですけど、必要最低限のものだけ持っていきます。まず一つ目がエスパーのプロティーラビーベルベットカバークッションのバニラの色味を持っていきます。こちらのエスパーのクッションファンデがセミマットなので、例えば赤みが気になるなっていうことやで、ニキビ跡が気になるな、ニキビが気になるなっていう方でも、セミマットを使っていただくとよりカバー力が高いので、1回で薄付けで綺麗にお肌を見せてくれる優れものになります。朝は違うものを使おうと思ってるんですけれども、お化粧直しするときにリキッドファンデーション持っていけないので、こちらのクッションファンデでささっとお直しができるように持っていこうと思います。涙袋ペンシの033ピュアベーレルのジル涙袋ペンシルアイカラーの色味になります。こちらもすっごいお気に入りなんですよ。私涙袋を作るときは最近はずっとこれを使ってるんですけど、ここの3分の2ぐらいまで、ここからここね、白浮きもしないし、ちょっとピンクっぽい肌なじみもとってもいいし、涙袋があるとないとでは目の大きさも変わってきますし、その時の可愛いっていう綺麗だなって印象とかも変わってくるので、これ1本でメイク直しができるかなっていう風に思います。気になるところも綺麗に消すことができるし、例えばちょっとマスクとかね、ちょっと擦れて出てきちゃったなっていう時でも、手にポンポンって先取って叩いてあげるだけでもカバーができるので、こちら1本は持っていってます。女性で大事なのは血色。こちらのデイジークのバターティントのリップを持っていきます。マスク緩和になったということは、ここが外でも出てくるものになりますよね。口元っていうのが印象が大きく変わってくるので、唇に血色がないと本当に顔色悪い人っていう風に見えてしまいます。肌なじみのいいリップを使ってあげることで、上品で可愛い雰囲気を保てるんじゃないかなと。コーラルピンクっぽい、ちょっとオレンジっぽい色味になります。これから春に向けてとっても大活躍する色かなと思います。私一応イエベなんですけど、ブルベ要素があるんで、最近グリベじゃないって、グリーンベースじゃないっていう風に言われるんですけど、グリーンベースにもとっても相性がいいんです。グリーンベースの人ってイエロー要素がすごく綺麗に映えるので、ただそのイエベ寄りすぎるとちょっと浮いちゃう、もうオレンジすぎると浮いちゃうけど、オレンジよりもちょっとイエローに近い色味のコーラル系を選んでいただくと、お肌にすごく馴染む色になっているので、なんか自分イエベって言われるしブルベ要素もあるよっていう方にはこちらのティントおすすめです。先ほどの薬の時も言ったんですけど、私すっごい目が乾燥するんですね。まあ乾く乾くってなると、コンタクトにタンパク質溜まって見えにくくなってしまってゴロゴロしてしまうので、いつも必ず替えは持っていってるんです。で、明日はちょっとイエローベースのメイクをしようと思っているので、今回こちらのコンタクトを替えで持っていこうと思います。もの自体がとっても可愛いなって思います。化粧のポーチはこち
ちらに入れて持っていきます。そして4つ目のポーチはじゃん、こちらです。タワテラ明日乗れるかな。こちらのポーチには、私はモデル兼 YouTuber なので必ず必要となる今撮っているカメラの充電器、あとは SD カード類を入れてます。そしてハンカチ、ティッシュ、ウェッティ、これは除菌用です。ご飯食べたりチキン食べたりすると手がベトベトしてしまったりだとか、やはりまだコロナが完全に安心じゃないなっていうふうにも思うので、自分の身を守るためにも除菌ウェッティは持って行ってます。服へ拭きたいということだったり、ご飯食べる前に拭くっていうことであったり、もう何よりもうチキンだよね。チキンとかペタペタするもの美味しいけど、どうしても汚れちゃうなっていう時にお手洗い混んでたりするとか、まあそういう時間がもったいないなって思うので、除菌ウェッティは必ず持っていた方がいいです。こちら持ってる方いらっしゃるかな。いらっしゃったら嬉しいな。こちら何だと思いますか。ただのキーチェーンじゃなくって、こちらパコって開けることができて、こんな風に開けることができるんですよ。ここにカチューシャを入れてきちんと挟んでカバンにつけることができます。ガスガスがいるシンデレラのエコバッグを持っていきます。これはオーマイカフェでシンデレラの時に購入しました。結構入るんですよ。ここ開けてもらって、この画面にギリギリ入るくらいこの中にお土産であったりだとか、まあ、暑い時に上着入れたりだとかするといいかなっていう風に思います。何かお土産買う時とかでも、まあ、買うのも可愛いんですけど、まあ、自分だけのお土産だったら袋は大丈夫かなっていう時に、これからのエコのサスティナブルの生活に合わせてこのバッグも準備するのがよろしいかと思います。ここにポケットありました。なんでその中にハンカチ、ティッシュ、ウェッティを入れとこうと思います。これすっごい入る、優秀。バスケース入れたな、こちらかな。じゃん、めちゃくちゃ入りました。すごくない？これでも全然余裕が、うん、あ、かわいい。このカバン後ろはこんな感じで2つ留め具があるんですけど、1つだけつけれるようになってます。こんな感じで肩にかけて感じですね。背負っても可愛い。え、可愛い。こんな感じで明日は行こうと思います。明日はこのカチューシャつけるな。エドムのカバンと合わせて、このキラキラのカリフォルニアディズニーで留学中に買ったカチューシャをつけていこうと思います。皆さん、今回の What's in my bag 参考になりましたでしょうか。前回はもう寒さ対策をしっかりしていたんですけれども、今回に関しては、まあ、女子力高めっていうところは変わらず、必要なものは相変わらず持っていく、そして自分の身は自分で守るというものをしっかりとこの中に最低限のものを入れています。このカバンもとっても可愛いですし、容量もいっぱい入るので、まだまだいけるかなっていうふうには思います。はい、ということでカバンの準備はできたんですけど、明日の服の準備ができてないので、皆さん一緒に考えていきましょう。ということで準備が完成しました。こんな感じでミニーちゃんの要素が散りばめられているロンティーっていうのかな、ロンティーとベストと、あとカチューシャとカバンを持ってディズニーに行こうと思います。皆さん、冒険のための準備はできましたか？それでは次の動画で、ね、See you soon! バイバーイ。